チャ篠原です。今回は体験法学部ってこんな授業ということで、法学部にもし入ったらこんな感じの授業になりますよっていうことを体験してもらおうと思います。まあ実際にはね、法学部の教授ってまあこんなかっこいい格好もしないし、こんなかっこいいルックスでもないんですけど、でスマホとかも本当は使わなくて六法全書をね見てやってるんですけど、まあ、こんな感じのね、授業ですよっていうのを、まあ、体験してもらおうと思います。で、今回はですね、もし特許法という授業があった時に、まあ、こんな感じで習いますよということで、まあ、やっていきますね。はい。では、これから特許法の授業を始めていきたいと思います。で、特許法の、まず第1条ですね。お手元の、六法全書開いてみてください。第1条は、この法律、まあ、特許法は発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とすると、皆さんね、特許に対してどういうイメージを持っておられるか分かりませんが、特許というものは、産業の発達に寄与するものであってですね、発明者ですね、特許を持っている人のためのものではありませんよということになります。はい。で、発明の保護というのをどういうふうに行うかということなんですが、これは条文の、67条ですね、こちら後で見ていただこうかなと思います。はい。で、その発明者に関しての定義ですが、これが29条の方に定義してありますので、この後見ていただこうと思います。はい。で、この、特許の保護というものはですね、特許権というものは、まあ、平たく言うと何か新しいものを思いついた場合にですね、その思いついた発明品を発明者しか使えない、ないしは発明者が許可したものしか使えないという法律なんですが、その期間はですね、今の現行の法律ですと、20年間と決めておりまして、その20年間において、この発明を保護することにしておくと。で、その後、その20年経過した後は、発明者さんお疲れ様でしたと、その発明を広くあまねく、世界中の人に、まあ、使わせてあげてくださいと、まあ、もって、まあ、我が国ですね、我が日本国の、まあ、利用にみんなが使えるようにしましょうねというのが特許法になります。どうですか、眠くなりませんでした？これがですね、法学部の授業の感じです。こんな感じで法律というものをこう、ね、条文に一つ一つ照らし合わせて、何々についてはこの条文、まあ、特許法だったらこの法律っていうもの、目的っていうのはね、大体第一条で決まってるんですけど、この目的っていうのをまず説明した上でですね、そこに関連するような条文をこう紐解いていきましょうということで、これをですね、延々とずーっとやっていくっていうのが法学部です。で、これもちろん特許法、これも非常にマイナーな法律ですけど、まあこの中にもまあみんな大好き刑法とかね、みんな大好き憲法とかでいろいろやっていくよっていうのが、法学部の授業です。で、これに合わせて、例えば憲法だったらまあ大事なのが判例ですよね。判例だとか、そういうものとかを紐解いていきながら、こういう判例が出てるんで、それに合わせて考えるとみたいなことをひたすらやっていくというのが法学部の授業で、眠くなった？眠くなりました？なりますよね。俺は眠かったです、正直言って。まあそれが法学部の授業なので、まあそれをね、踏まえた上で法学部行こうっていう人は、まあ行ってもらえたらなと思います。まあほぼほぼ暗記です、法学部っていうのは。まあ理解もまあ多少あるけどね、まあ暗記ですね、法学部は。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。